こんにちは。今日はお姉ちゃんが韓国に来ているので100の質問をやってもらいたいと思います。100の質問飽きちゃった人はメイク動画として見てください。ということでスタート。スターティン。はい、行きます。はいはい。年齢は23歳です。1996年の3月16日生まれです。性別は？性別は女です。血液型は？血液型 A 型です。何型っぽいって言われる？B 型？そうだね、うん、よく言われる第一印象は？優しそう。本当？言われるよ。なんでそれ疑うの？嘘なしでいきましょう。あ、そうですね。性格を自己分析して。明るい？そうだね、ポジティブ、うん、周りから言われるあなたの性格は？明るい。小さい頃どんな子供だった？暗いよね。あ、暗かったっけ。あ、そうだね、漫画とか一人描いてネクラだったかな。ちょっとネクラ、オタクみたいな。オタク。チャームポイントは？黒目。似てると言われる芸能人は？似てるって言われる芸能人は、あ、山本美月とか。あ、何人家族？お父さんお父さん、お母さん、お兄ちゃん2人とお姉ちゃん1人と、昔は猫を飼ってました。ペットを飼ってる。名前は？猫ちゃんを飼ってて、名前はミャーです。動物好き？猫をオンリーで大好き。好きな動物は？猫。猫。趣味は？お酒飲むことと、うん、旅行も好き。そうだね、うん、料理できる？やろうと思ったらできる。得意な料理は？チムタ、鶏のなんか甘辛煮みたいな。韓国料理。そう。一人部屋？一人暮らし。どんな部屋？ワンルーム。ワンルーム。あ、そういうこと。ごちゃごちゃとかそういうことじゃなくてワンルームワンルームです。癖は？話が長くなることかな。あと手の癖を、こうジェスチャーがすごい多く、うん、多いのと、あと唇の皮こうやって向こう癖。口癖は？っていうことで。あ、そうだ。好きな食べ物は？ラーメン。苦手な食べ物は？なんか豆？豆とか。好きな飲み物は？ぶどうジュースとビール。あ、ビール。好きなアーティストは？ブラックピンク大好き。あ、好きな曲は？てるてるてる。初めて買った CD は？ HY だった気がするな。あ、そうか。 HY の、そう、ね、CD だったな。初めて買った漫画は？リボン。だからチャオ。あ、やっぱチャオ。チャオ。私がチャオ派で、レイちゃんはリボン派だったの。好きな色は？オレンジ。あ、水色。お小遣いもらってる？お小遣いもらってません。好きな映画は？ゴンガール。ゴンガール。そう。へえ。好きな季節は？うん、春。喜怒哀楽激しい？激しいかな。そんなにでもない。そこまで激しくはないね、うん、涙もろい。涙もろい。友達といる時のポジションは？笑い担当じゃない？あ、確かに。ふざけ担当かな。そうだね、うん、S? M? M なんじゃない？よく服を買うお店は？最近はネット通販にハマってて、プランジェイっていうネット通販にハマってます。へー。暑がり？寒がり？めっちゃんこ暑がり。ランド派？ C 派？お酒飲めるから C。 メールと電話どっちが好き？メールかな。よく行くコンビニは？韓国だったら CU で、日本だったら絶対にセブンイレブン。餅とお団子どっちが好き？あ、でもトッポキ好きだから餅かな。そうだね。犬と猫どっちが好き？猫。猫、絶対猫。携帯でよく使う機能は？音楽かな。好きな女性のタイプは？愛と反対の。そう、私の顔と真逆の方が可愛い。確かに。好きな男性のタイプは？一重の人。あとは？あと中身、中身？真面目な人がいいかな。あ、話を。遊びに行ったりしない？え、絶対無理。絶対無理とか言っちゃった。タイプは？すぐ触ってくる人。あ、そう、すぐ触ってきたり軽いやつ。本当に無理。ナンパの経験ある？ナンパの経験、日本であると思う。初恋は何歳？どんな人？17歳の時の。普通さ、保育園とか言うんだよ。え、そうなの？保育園の時に、なんとかくんかっこいいなとか、先生かっこいいな。そんなん聞いてどうすんの？いやいや、違うな、そんな。そしたら、幼稚園、保育園の時の。そうだね、うん、クラスメート。そうだね。今まで好きになった人の人数は？
3人ぐらいかな。好きな人のどんな仕草にドキッとくる？手止まってますよ。あ、そうですね。れいちゃんなんで。と洋服を脱ぐときとかさ。洋服を脱ぐとき。あ、わかった。あのシャンプーしてきて、髪の毛はまだこう濡れてる。ああ。いいこう乾かす。シャンプーって言ったらちょっとあれだから、じゃあ雨に濡れちゃったときに。子犬を助ける。子犬を拾って家に連れて帰ったヤンキーが。次行きます。短髪が好き？長髪が好き？短髪かな。いくつで結婚したい？子供は30歳ぐらいに産みたいんで、28とかだったかな。付き合うなら年上？年下？ため？年上しか付き合ったことなかったから、年下とも付き合ってみたいし、ためとも付き合ってみたい。あ、じゃあためかな。ためが付き合ってみたいね。何でもいいね。付き合ったら毎日連絡取りたい？もちろん。 S が好き？ M が好き？ M。 どんなデートがしたい？インドアじゃない、家で待ったり。家で映画見ながらビール飲んでベロベロに酔っ払うまで話し合うっていうデートが好き。絶叫マシーン好き？大好き。挑戦したい髪型は？前髪パッツンの黒髪ロングとか。あ、好きなファッションは？もうラフなものが好き。あ、だ昔は本当にワンピースとかが大好きだったけど、そうだ、ね、最近はもうラフが一番あったかく。よくメールとか電話する？あんまりしないタイプかも。運動神経いい？いいと思ってる。好きなスポーツは？バレーボール。苦手なスポーツは？あ、なんか足系、足使う系、サッカーとか。そういうの苦手だったの。細いからね、足。確かに。水泳できる？できる。めっちゃ泳げるよ。習ってない人の中では多分できる方なんだ。センスある、水泳。マジで。ありがとう。写真好き？見返すのが好きだからよく撮る。花は？彼氏からもらった花。はいはいって顔しないで。視力いい？めっちゃ悪いの最近。地元はどんなところ？東京の下町って感じで。東京の下町。もんじゃ焼きが美味しいところです。違うか。あ、好きなお祭りの屋台ベスト3。あ、それ超悩むなあ。あ、ベビーカステラ食べる。ベビーカステラと酒。1位酒。マックでよく頼むものは？私オリジナルが好き。あのスタンダードの普通のハンバーガー。今まで怖かった出来事ベスト3。あ、引っ越してきたその当日に知り合いのお母さんがここになんかいるって言って泣き始めた時めっちゃ怖かった。ダントツ。ブランコがさ1回転してる。そういう怖さでもいいの？愛が怪我して帰ってきて。あ、そうだ。見に行ったのみんなでその後。うん。そしたらブランコが1回転したまま巻きついてたの、あの上のポールに。あとは金縛りにあった時に子供がベッドの周りをめっちゃ走り回ってた時。霊感あるの？ないよ。心に残る嬉しかった出来事。道で愛ちゃんですかって言われるのは本当に嬉しかった。嬉しそうって思う。本当に嬉しかった。そういう時一番緊張した出来事。なんか番組の時にスタジオで一人で歌を歌わなきゃいけなくて。それはきつい。なんかもうゲロ吐きそうになるぐらい。しかも頭真っ白になって。これが緊張っていうものかと思った。確かに。 何歳が一番楽しかった？20歳とか21ぐらいの時、旅行もたくさん行けたし。あ、そうだね。その時楽しかった。好きな丼物は？ね、丼物。結構深い話来たからの丼。親子丼かな。これまでの人生を振り返ってどう？なんかその丼の入ってくるタイミング間違えてない？運がいいんじゃない？運良いし、あと人に恵まれてるなと思う、めっちゃ。うん、お姉ちゃんとか。確かに。お金くれるし。修羅場って経験したことある？修羅場ないんじゃない？ないかも。ねえ、1年間の行事で何が好き？4月のそういう入業式とかそういうの好き。入学式。そう、入学式いいよね。いろんな出会いが。好きな柄は？ヒョウ柄。よく相談される？する。される方じゃない？される方かな。される方だし、するのも同じぐらいするんじゃないかも。1日の睡眠時間は？7時間8時間ぐらい。結構寝るよ。寝るの大好き。出かけるときいつも持ち歩くものは？
ラーと、うん、お粉と携帯。携帯。頭いい？頭良くないよ。頭良くない。けど、マウント取りたがり。けど、何けど。かわいい。あ、かわいい。うん、かわいい。寝相いい？寝相めっちゃ悪いと思う。嬉しいと感じるのはどんな時？ファンの人のこと嬉しいし。そう。YouTube のコメントくれた時とか、あと再生回数が多かった時とか。お願いします。手先器用？え、不器用だと思う。何ラーメンが好き？インスタントラーメン。自分を色に例えるなら？オレンジ。身長いくつ？165。好きなおにぎりの具は？ああ、おかか。おかか。怖い話好き？でもすぐ一人になる予定があるときには絶対嫌。よく見るテレビ番組は？ダウンタウンなの。ピアスしてる？両方。ああ、一個ずつ。髪染めてる？染めてます。フリ色。好きな芸能人は？ない。うん、ないかも。どんなカバンが好き？大きいカバン。今までどんなペットを飼ってた？猫ちゃん。今の自分に一言。頑張れ。お疲れ様でした。え、終わっちゃったの？早かった。ということで、100の質問、最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとう、れいちゃん、うん。なんか他に聞きたい質問とかあったら、ここにコメントください。皆さんまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。お揃いのパジャマです。あ、お揃い。あれ違うの？お揃いです。